県東鎮は、朝鮮の独立運動家、政治家。画号は、愛道及び、憂霊ドを、テント教で受けた道号は、自、より、中世北道演寿山に生まれる。幼少期に、半数にへ移住し、朝鮮陸軍士官学校を卒業した後、武官として、官職を務めている途中に開花派に参加した。昨日と七時事変以後、日本に長期間亡命していた途中に、 天ン教の教主である孫、平博と交流を持つこととなる。天ン教に入信した県は、息統合した孫やご聖書と共に進歩会を組織し、開花運動を続け、1907年には南宮青木による大観教会にも参加した。1919年の3.1独立運動には、民族代表33人の一人として運動を主導した。 各界の民族代表を選出して、日々独立宣言書を作成して発表するという3.1独立運動の初期構想は、孫、呉、剣、サ林というテント教の4名による議論から発案されたものとして知られている。3年間の国中生活の後、左右両勢力を結束させた、公日団体、新幹会を組織し、副会長に就任した。 1929年の高中学生事件の際には、長妃の枝玉などと共に逮捕され、1年間の獄中生活を送ることとなった。独立後は、右翼勢力の言動として、反信託運動に参加し、新韓民族党を結成して、党首を務めた。党は、安在博士の国民党と共に、緊急による韓国独立党に参加することとなる。 1946年にアメリカ軍政が大韓民国臨時政府など反信託勢力を結成させた臨時立法機関である南朝鮮大韓国民代表民主議員を構成した際は議員になるよう移植されたが翌年に亡くなった。1962年に大韓民国政府から建国勲章が授与され、清州の31公園に銅像が建立された。 ありがとうございます。